こんにちは。えー、っと、今日は購入品紹介になります。えっとね、ちょっとだけお話なんですけれども。あの、今日はセリアさんとですね、ダイソーさんに。普段ね、あの、普段の日用品を買いにですね。 行くはずだったんですよあの今日はお休みでね11月今日は5日木曜日えっと実家に行ったのでいろいろねお母さんと一緒に買いに行くんだったんですけれど <laughs> でもねあのやっぱりあの手芸用品のねコーナーをどうしても見ちゃいましてですねまたちょっとだけ買い足してきたものがあったのでちょちょっとちょちょじゃなくてちょっとですね <laughs> 今日はあの 紹介したいいと思いますあのちょっとだけ今ねあのお話ですけれども昨日昨日アップしたあのスタイリッシュリリー去年セリアさんで買ってた分の消費,消費をしたいって言ってねあのネックウォーマーオンなんですけれども去年の糸はですね消費したいけれども今年の糸はまた買いたいというね矛盾したところがありましてでもちょっとねあの。 言ってたあの昨日の多分動画でも言ったと思うんですけどこのミルフィムこのソックヤンですねこの色この一番好きな色が私あの2玉あるって言ってます、た言ったと思うんですよそれで、えー、3本取りぐらいでしたいなってもう1玉買っとけばよかったなとかなんか多分言ったと思うんです動画をちょっと見直してないんで分かんないんですけど言った記憶があるんですけれどもこれがですね あのずっと近くのセリアさんになかったんですけれどもあの実家のね通り道というかそこのセリアさんに行ったらたまたまねあ,ありましたカラーナンバーが4134のこのミルフィムソックヤンこれですねアクリルが 100%35g の 82m ですね胴針が4から5号でかぎ針が5から6号 こんな感じですね。これは多分棒針で編んでる模様だと思うんですけれどもこれをね、えっと、3本取りぐらいでちょっとねバッグをね編みたいなと思ってがまぐちを1つ編んだんですけど今度のねあの土日にあるで遊び小町のですね、えっと、東京ビッグサイトであるデザフェス。 それに、ね、そのがま口をちょっと出品させてもらってるんですけど <laughs> ちょっと恥ずかしいですけど出品させてもらいました <laughs> それでねあのー、今回はねこれでちょっとバッグ編んでみようかなとかイメージでね頭の中でイメージしてるのをちょっと多分お話ししたと思うんですけれどもこれがねと3玉残ってたので3玉はいらんかなとか思ってでももう1玉だけね買ってきました。 二玉ね、買いました。だからお店にはまだあと一玉ありますよ。<laughs> これをね、二玉なので、今、四玉これがあるから、結構できるんじゃないかなと、睨んでます。すぐではないですけれども、まあ、ちょっと考えて、作ってみたいなと思ってます。これをですね、これを二玉あったので、これを買ってきたんですけれども、もう日用品とかは、 紹介はねするよう、するようなものではないので <laughs> あの、しませんけど、手芸用品だけ。あと、セリアさんではですね、私、これを、と一つだけ。これ、ありました。私、ちょっと分かんないんですよ。あの、このゴールドとシルバーだけの分は、前買ってたんですけど、まだ使ってないんですよね。このショルダーチェーン。これですね。 もう多分前からあったんでしょうね。でも私が行ってる時はなかったんですよ。今日初めて見て、この約120センチの分、ショルダーのね、これですね。こんな感じでおしゃれに、中にね、こう、通ってる、黒いの。通ってるようなチェーンだけではなくて、ちょっと開けてみましたけれども、 チェーンだけではなくてねこんな感じでほらおしゃれに、うん、こうね中にこう通してるようなこれナス缶っていうんですかね D 缶をバック編んでつけてこれでガチッとねしたらこのショルダー 120cm なのでショルダー紐もになると思うんですけどこれがね初めて見たんですよセリアさんでちょっとここが気になりますけど。 すいませんレンがまたねあの後ろでソファーを掘ってますけど気にしないいでください <laughs> 聞こえますすか音よよく掘るんですよねこれがねちょっとねおしゃれだなと思って初めて見たので購入品紹介とかでも私ちょっとあんまり見てこれ見たことなくてもう前からあるんですかね前からあるかどうかちょっとわからないですけど今日見つけたので買ってきましたこれですね また、ね、使いたいなと思うんですけどでも結局まだゴールドもシルバーも使ってない状態なんですけれども、まあ、持ってたらですねあのいざという時にね使えるかなと思って買いましたあとはですねこれに合わせてあのバッグをねもし作る時にごめんなさい私セリアさん3点って言ったかもしれないんですけど5点ですねこのミルフィウム2つと2玉と玉 このショルダー紐と、あとこの七色彩色ですね。この間はキャンドゥさんで買ったウグイス色というか抹茶色というか、あれで、えー、ケークと一緒にね、巾着作りましたけれども、私がこの色大好きなんですけどね。この色で去年、えー、大きななんかこう、ショルダーバッグを作った記憶があるんですけれども、この七色彩色ですね。 パラーーナンバーが13番アクリルが85%ウールが15%約 30g の 54m 塩棒針が1012かぎ針が815これをですねなんとなくねこの色にこう合わせてですねこの七色彩色を2本取りでしたいなと思うので2玉買ってきました。 これですねセリアさんではこのくらいかなこのくらいかなってね「<laughs> 消費します」とか言いながら作っておいてまた買ってるんですけどまあこれはこれで <laughs> 言い訳ですけどね <laughs> すいません言い訳になりますけれどもまたねやっぱり作りたいものがあるので買い足してしまいますねでもねやってみたいなと思ったらね してみたいんですよっていうか <laughs> し,たしたいのでちょっとね買いたくえっ、ー、と買わないとですね家探してもこういう色がなくてですねセリアさんではこのショルダーこのねショルダー紐と初めて見たんですけど皆さんはどうですか私は初めてあのお店店頭で初めて見ました。これを、ね、これれををね買って あと七色彩色を二玉と、あとこのミルフィム、この一番好きな色ですね。これを二玉、セリアさんで買ってきました。とですね、次はえっとダイソーさんになるんですけれども、ダイソーさんでまた新しいものを見つけたんですよ。私がダイソーさんで今一番欲しいものはえっとあの底板です。四角いのと楕円形の底板を 結構、ユーチューバーの方が、もうね、あの、試し編みをして、ま、いしさんとかも試し編みをして、バッグをね、作ってらっしゃったり、ね、すごくいいなぁとか思って、私、あの、交換瓶で、大きなね、高そうな、底板をいただいてるっていうか、あの、いただいてるんですけど、それはちょっとまだ、ちょもったいなくて使えなくてですね、100均であったら、ちょっとどんどん、 試し編みというかなんかできるんじゃないかなと思ってもう本んはねそしてダイソーさんに行ったら絶対に見るんですけど絶対にないんですよ今までねあの何回も何回もね行っても全然見つからなくて結局ね買えないままなんですけどとりあえずこのアクリルヤンのこのベージュですねこれはもう本当に使うので。 あの言い訳でも何で,何でもなくこのアクリル毛糸の波太これですねこれは本当によく使うんですよねいつも多分言ってると思うんですけれどもカラーーーナンバーが番のベージュですねこれね本当になに何にでも合うというかね私だけかもしれないですけどなんかベージュってやっぱり何、ね、洋服でもですけど。 何ででも合うじゃないですか。だからねこれ本当によく使うんですけどこれを、えっと、2玉買ってきましたあのさっきのごめんなさいちょっとれんちゃんとお団子さんはこっちにさっきのですねあのセリアさんのとちょっと合わせますけれどもこのミルフィムとこれとねこの七色彩色のこの色で。 もう一つねもう1つちょっとアクセントを加えたね色でちょっとバッグは見たいなと本当にイメージですけどしてるのでこのベージュを買ってきましたこれはねセリアさんなんでダイソーさんではありませんこれがダイソーさんで買った分ですねこの2つとあとはもう日用品ともう一つだけ新しいのこれ新しいのかな <laughs> これもよくわかんないんですけどあのダイソーさんにもですね チェーンありますよね。あの、ショルダー紐の、さっきみたいな、このくらいの。多分120センチの分があったと思うんですけど、それはね、もう、うんだいぶ前かな。もうちょっと前に買ってたんですけれども、これの、もう少し短い分、13センチあったかな。あ、ちょっと覚えてない。短かったので、あの、それを買うつもりがなかったので、ちょっと覚えてないんですけど、短かったですね。 これの短い分と、この60センチの分ですね。このカバンの持ち手チェーン。60センチの分が、これですね。ちょっと見えないかな小さいかなこれですね。これなんですけど、これは、どうなんだろう新しいのかなもう本当に。 初めて見たものはもう私自分で新しいと思ってしまうのでどうなんでしょう。でもこれ2つぐらいしかなかったからもう買われてたんで多分で前から出てたんだと思うんですけれども前っていうか少し前に出たと思うんですけれどもこれですね今開けてみたんですけれどもこんな感じのね60センチ紐というか こここにこうついて D ー,ーにカチッとまたね止められるようになってる今ねちょっとね自分の肩にしてみたら肩からこう、うん、こうね肩にこうからえるからえるというか肩掛けショルダーぐらいのえっと長さなんですよこんなのあったのかなそしてね結構しっかりしてますよ この色アンティークな色なのかなシルバーでもないようなシルバーでもないしうーんどうなんだろう色的にはちょっとわからないですけれどもでもなない,い,いい色ないい色っていうかこう落ち着いた色なのでこれをねあのバッグのショルダーショルダーバッグショルダーバッグじゃない肩掛け ショルダーみたいな感じで使おうかなと思って一つでは足りないので二つ買ってきましたこの 60cm の分を二つこれなかなかあのいいんじゃないかなって思うんですけれども皆さん知ってましたもしあの知ってたらコメントで教えてくださいいつ頃出たのかな私が見たのは初めてですねまあ、ちょこちょこダイソーさんとか行きますけど 見たのは初めてです。ショルダー紐はね、あの、前に、さっきも言いましたけど、買ったんですけれども、この、この、なんていうのかな、この、肩掛けショルダーにいいような、このくらいの長さと、あと、本当に短い、短いね、この色の、もう一色あったのかな。ちょっとよく見てないんですけど、長さ的にですね、短い、こういうね、 チェーンのカバンののカバ持ち手チェーンがありましたなのでこれを2つ買ってきましたよ。これなんか使えるかなとか思ってね、いいかなと思って2つ買ってきました。なかなかね、今から、でも持ち手ばっかり増えてるんですけどね <laughs>、どうかな。でも多分使うと思います、これは。ちょうどいい長さなので、でも、 あのゴーヒーっぽいやつブラウンの前買ったちょっと前に買ったあれダイソーさんで買ったのかなあれもまだ使ってないんで持ち手ばっかりこう持ち手とかこの紐ショルダー紐とかばっかり増えてるんですけどなんかどうしてもね持ち手編んでしまうのでなかなか使わないんですけどね、まあ、買ってたらねいつか使えるなと思って、まあ、これは1つではなくてね2つ1本しか入ってないので、まあ、2つ買いましたこれね ダイソーさんでだから今からら今ねちょっっとと使っていいいきたいなと思いますでダイソーさんではこれと普通にね、あのー、使うもの日用品なんですけどそれはもうご紹介はやめますけれどもでそこにねあのち,ょちょこっとちょこっと歩いたらその敷地内のちょこっと歩いたらですね <laughs> 東海さんがあるんですよ。それでねまたあのリピ買いしてきたものが一つあって。 それがこれになりますバンビーノですねもう色もね色々あったんですけどもう私はこの色この間あの交換便でいただいてネックウォーマーをスヌードスヌードとネックウォーマーのあの違いがよくわかんないんですけどスヌードをつあの玉編みのねスヌードを作ったえっとこのバンビーノなんですけどカラーナンバー9番ですね これをもう一玉、もう一玉っていうか、一玉買ってきました。えっ、ー、と、どうしてもね、あのー、編んだ時にすごくこう、可愛くて、編んでてすごい楽しかったんですよ。まあ自分が使うにはね、ちょっと派手ですけれども、あのー、ね、やっぱこう、<laughs> 可愛いからね、色とかも、色合いも。だからこうね、持ってたい。<laughs> 持ってたいって言ったらおかしいけどまあなんかね編みたいなと思った時に使いたいと思って一玉ねリピ買いしてきましたこれ <laughs> な。今度はね何を編もうかなと思いながら一玉で多分子供の子供さんの帽子とそれこそスヌードが編めるじゃないかなきっとなんか書いてましたもんね。 可愛いんですよ、ま、た多んそれ棒針で編んでると思うんですけれどもね女の子がいたらねもうガンガン編むんですけどね, <laughs> ねでもね息子に編むわけいかないですからねこれでこれで編んで送ったらもうバカかって言われるかも思われるでしょうねでもすごい可愛いんですよこの色あのこの間ねネックウォーマーを編んだ時にね見ていただいた方はあの分かってもらえると思うんですけれどももう絶対ね あまた買おうと思ってたので今日はもうた,たまたまというかもう東海さんにあ東海さんのところにね行ったので寄ってみましたそして1玉買ってきましたこれねなかなかかわいいです <laughs> あとですね1つだけこれはもうレピとかじゃないんですけれどもこのね ジョリータイム初めて買ったんですけどねこの糸このね何て言うんですかね 50g アクリルが100%で 50g の 88m 棒針が7から85でかぎ針が65これですねジョリータイム2カラーナンバーが20番えー、っと ブラウンが欲しかったんですよ、えー、セリアささんんとあのダイソーさんででもブラウンがなくてですねあセリアさんで羊ちゃんナチ,ュナチュラルだったかなちょっとあったんですけど細くてですねこの,このブラウンの色がこんな感じのね色のが細くてうーっとか思ってですね <laughs> もう次ダイソーさんに行くから絶対あるだろうと思ったんですけどもうなかったので。 どどううしようかなっって思ったんですけどね100円ではないですけど、ね、ちょっとやっぱりお,お,、ね、お高いというか手芸屋さんのだから100円とかではない,けれどないんですけどこれを一玉でこれを2本取りでしようかなと思ってそれでもう最終的にですねこの色とですねとこの色ととこの色。 これをねちょっと合わせてみようかなとか思うんですよ。これはね、そこまであの使わないと思うんですけど、どうしてもちょっとブラウンが欲しいかなとか思ったけど、どうかな、いらなかったかもしれないですね。もしかしたら使わないかもしれないんですけど、でもちょっとだけブラウン使おうかなとか思うんですよね。本当にちょっとだけ。こんな感じで。<laughs> でこ,こうこうがメインで <laughs> でこんな感じですねあ合うかな合うと思うんですけどねどうですかねでもうん本当にイメージだけなので何とも言えないんですけどもうすぐに編むのかって言ったらそうでもないんですけどね、まあ、こ,この4色で バッグを編みたいなと思ってるんですよそれにこのチェーンをつけるかどうかは分かんないんですけど多分なんか持ち手というか持ち手部分も編みそうな気がするんですけれどもまあこんな感じでねちょっと使いたいので買ってきました東海産ではこれですねこれとこれでほんにリピ買いですけどバンビーノバンビーノはですねほんといろんなあとカラーもあって。 一色だけ、ね、なかっったた色があったんですよ棚にですすよ棚にねだからどんな色かそこに見本がなかったので分からなかったんですけど一番人気がある色なのかなよくわかんないですけど私はこれが一番人気があるって勝手に思ってるんですけどそれはね違いますよね皆さんのね好みですもんね自分が好きだからこの色が一番きっと売れてるだろうぐらい思ってるんですけどえうん一つだけ。 あの何もない場所がありましたバンビーノのコーナーでだからどんな色なのかなとちょっと気になりますけれども私はもうこれしかあの買うつもりがなかったのでこれだけ買いましたあとですね一つだけお話をミックスロールがですねまた新しいのが出てて本当に迷ったんですけれども、えー、とこの間少し使ったじゃないですかこのバンビーノと一緒に。 もうあの色はね多分去年出たからもう今年はないのかなもう全然もう気配もないしですねだからないんだろうなと思うんですけどあの色があったら本当は欲しいんですけれども、うん、多分出ないのかなと自分では思いつつなんか新しいミックスロールがね出てたんですけれども本当にね迷ったんですよどうしようかなと。<laughs> 買おうかなどうしようかなってずいぶんそこに立ってですねあのー、このバンビンのところを持ってそのミックスロールのね棚のところでずっとずっとですね迷ったんですけれどもやっぱりやめましたあのー、またねもうちょっとこう本当に好きな色が出るんじゃないかなと思ってその迷うっていうことはですねやっぱりそこまで気に入ってない 気に入ってないという言い方はちょっと偉そうですけれどもそこまで欲しいと思ってないのかなと自分で思って欲しいと思ったらすぐパッて買うじゃないですか <laughs> いくらねあれでも高少しねお高くてもだからそこまでね欲しい色ではなかったのかなと思ってもうそこは諦めました東海さんではだからねこの2つだけこれもねあの また違う、もう茶色、ブラウンだからね、あの、今から使えると思うので、使いたいんですけど、このミルフィムと合わせるときは、本当に少ししか使わないと思います。ダイソーさんであったらね、一番良かったんですけど、ちょっとブラウン見かけないんですよね。こっちのダイソーさんにもないし。だからもうね、あの東海さんで買ってきました。なんか、 昨日の動画で、昨日っていうか、この動画をいつアップするかはちょっとわかんないんですけど、あのね、その前の動画で、すぐ前の動画でね、去年の糸を消費したいからって言ってね、無理やり <laughs> 合わせて、あの、角ノドッツとですね、合わせて、はい、消費しました、みたいな偉そうに動画出してるくせに、またこれを買ってるという。 ででもこれはです、ね、あの本当に欲しかったのでもうここら辺はですね絶対やりたかったものなのでバンビーノはねあの本当リピ買いでちょっと贅沢をしてしまいましたけどここら辺は本当にねちょっとしたかったのでこれがあればと思ってたんですけどこれが本当にあったので今からちょっとやっていきたいなと思います。でもどんなな、感じかなイメージだけ頭で ちょろっとイメージしてるだけなので何とも言えないですけれども、まあ、このちょっと今ごっちゃになってますけどこのねカバンの持ち手のこのチェーンですねチェーン2本とこのショルダーのショルダー紐セリアさんの金具だけではないねちょっとこうおしゃれなショルダー紐も初めて見かけたので。 持ってたら絶対にあの損はしないと思うのでで <laughs> 100円だしですねいいですよねこんなのが100円で今買えるのでなのでもう絶対ねあの変わったものがですねあったら絶対に買っちゃうんですけどまだ使ってないのがね何本もあるんですけどがま口のあの口金も意外にあの余ってる余ってるって言いながら。 動画にしてないところで結構ねガマ口に編んでですね結構消費したんですよ口金もあの大きな玉のついた口金ネットで買った分もだからまあ徐々にですね動画ではできないかもしれないですけど編んでこんなのできましたよっていう感じでお見せすることがあると思いますけどその時はまたね 見てください。見ていただけたら嬉しいです。はい。今日はですね、あの、去年の分は少しずつ消費していってますが、また <laughs> 買い足してきました。買い足してきました。<laughs> ひひヒやないけど <laughs>。笑わないでくださいね <laughs>。あの、ミルフィムがあったからしょうがないです。もう止められませんでした。これがなかったら絶対こういうのももう買ってないと思うんですけど、 これがもう本当にあったんで <laughs> 買ってきましたえっ、ー、とまたねあの買いましたけど少しずつなんかいろんなものをね皆さんと一緒にね編めたらいいなぁと思ってます、えー、そんな、ね、上手ではないですけれどもあの本当周りにね編み物する友達とかもいないので <laughs> <laughs> 一緒にしてくれる友達がいないので、動画でね一人ごと言,言いながら <laughs> で、でコメントとかいただいたら、ああなんか一緒に編んでるなっていう編んでくれて一緒になんかこう編み物をこう楽しんでるなって楽しめてるなっていうねあのー、気持ちになってすごい楽しいです。本当にありがとうございます。あのコメントとかもねいろんなコメントもねいただいて本当にねあの読むのがすごく楽しみです。あの。 結構あのーえっと、全部返してると思うんですけれどもえっとね皆さんとね一緒に、あのー、編み物がねできたら嬉しいですまたなんか次は何を編もうかな <laughs> またなんかねいろいろ頭では考えてるんですけどなかなか <laughs> 編めない難しいものもあるしえっと時間がね 編む,編む動画をね撮る時間がない時もあるしですねでもなんかいろいろ考えて徐々に徐々にっていうか少しずつねマイペースで編んで動画も出していきたいと思います。またねね遊びに来てください、ね、今日は、えー、とこのミルフィムを買ったので合わせてイメージしているような色をですね合わせてちょっと買ってしまいましたけれども。 またかとうって思われるかもしれないですけどあのー、ちゃんと編んでいきたいと思いますのでまたその時はね一緒に編み,編みましょうというか見てください、あのー。また間違えたりね急遽あのー、違うものになったりするかもしれませんけれどもその時ももうちょっと <laughs> 懲りずにですね「あまたか」みたいな感じで <laughs> 見ていただけたら嬉しいです。今日もね 購入品を、えー、と紹介させていたただきました、ね、皆さんもねいろいろ、あのー、インスタとかでもオパールとかソックヤーンとかをが今なんかは流行ってるのかなたくさんね買われてるのを見ますいいなと思いながらね <laughs> でも私靴下は本当に編めないというか編める気がしないので <laughs> 友達がこれで編んでたんですけどすっごい上手でしたよかわいかったです本当に靴下編める方これで編んでくださいなんか なんかねすごい可愛かったですよ。本当にですねインスタでアップされしてましたけれどもソックヤンとかいろいろね湯沢屋さんとかも行きたいですけどまあ今日は東海さんセリアさんダイソーさんで買ったものをね少しっていうかそんなにないですけどちょっとご紹介したいなと思って動画にしました。ベ、まあ、ベラベラちょっと話してししてまままいたまたけれども、ま、たね いろいろ作っていきたいと思いますので、えっ、ー、と遊びに来てください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また、えー、これもね本当に編んでいきたいと思いますので遊びに来てください。本当にありがとうございました。